話ね。あ、これは。はい、どうも久保さん、お世話になります。あ、また焼けました。モンスターヒートチャンネル。はい、どうも久保さん、お世話になります。あ、また焼けました。いや、すごいウエストライン。だうわーすごい。ちょこっと今お時間空いたらこんなね。そ う, ですね、うわすごい。ラグビー新しい1月から新リーグができるんですよ。あ、そうなんですね。はい。このユニフォームなんですよ。これ。あ、ラこれがですか。もう売ってるんですね、新しいやつが。オーセンティックね。あ、本物のやつ。はいはいはい、はい、それも1番15番ってフルバック。あーすごい、かっこいい数字も、はい、これで、うん、これで今今日昨日今日とビアジマスポーツセンターでバス、はい、コラバスケットボール B リーグファイティングスナブだ仙台エイティライナーズ、はいはい、で昨日キャップすっごい白熱してたじゃないですか。はい、まあすっごいその時間とのあの時間でのスポーツって面白いですよ、はい、残りの時間で相手はあこれタイミングでスリーポイント来るなとかね、うんうんうん、でファールするとね、うん、フリースローになるしね、あでねもう最後今日ブザービートで決まったからね、うわすごい感動してね、やっぱりスタジアム DJ の人も興奮しちゃってもう熱くなっちゃってねみんな熱くなったんですよスタジアム DJ も興奮しちゃった、うん、あ昨日今日すっごい試合でしたよ、もちろんもうスリーポイントがこうやってブワッと立ち上がれないかこうやってブワッと立ち上がれないかこうやってブワッとなったんですよ、まあ、その話は今日は今度後ほどにして、あ後ほど、はい、まあ、今日はもう時間残された限られた時間でいっぱい喋ります。うわー楽しみです、よろしく。今日お土産もね、うん、いっぱいもらえます。あとでね、撮影しますね。今日はこれで今から話したいから、はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます、楽しみでーす。はい、今日も皆さんありがとうございました。クリスマスのね次の日の、12月の26日だったんですけれどもね、たくさんのお客様ね来てくださいまして本当にありがとうございます。今日もねなんと久々久保さんがね、でめちゃくちゃ痩せててびっくりしましたけど、私たちはちょっと前にね会った時よりかはもうはるかに痩せて、あそこまで痩せてるのびっくりしました。今 T シャツも S サイズまで着れるというね、S ですよ皆さん。もうちょっと私も反省しなきゃいけません。はい、ということで今日ねその久保さんが久々ということでですね、皆さんにねいろんなものをプレゼント持ってきてくれました、はい、今日いっぱいありますね。ありがとうございます。まずは、これは何ですか。これはこちらちょっとジュニアサイズということで、ジュニアサイズで特別に私用にあらー犬ちゃん用ね、はい、ジュニアサイズ、はい、ありがとうございます。そしてこちらがマネージャーに、あらまあまあね、そう、はい、マネージャーもらってないかもしれませんから、はい、マネージャーさんにね、はい、ゆけいちゃんこれは何ですか。こちらはこれは天皇杯のブランケット。ブラン、あー大事ですね。はい、寒くなりましたからね。はい、さあそしてこちらの方がなんかこれアイドルユニットですね。ユニットのカレンダーでございますね、うんうん、その上が何ですかね、はい、こちらの上がこれバスケット V リーグの多分その、うん、まあ、その時に配られた、まあ、カードみたいな。あ、そしてその下がでこちらがドラゴンズのトートバッグ、ね、うんうんうん、俺今日ねこれね、これあれですよ、このサッカーなんですよね。そうですよ、こういう選手のね、はい、書いてありますからね、はい。さあそしてですね、はい、こちらがパンフレットですね、 V リーグの V リーグ、はい、そしてつもみさんが持ってるやつがハンドボールですね、バレーボールバレーですね、はい。さあそんなわけで今日ね、ああまあ合わせた、あーこんな素晴らしい、ありがとうとなんか書いてありますね、はい、笑顔を増やすって書いてますね。はい、さあそんなわけで今日ね久保さんたくさんいただきました、ありがとうございます。